ナイチンゲールとバラの花、オスカーワイルド。愛しいあの娘、赤いバラをくれるなら彼女は僕と踊ってくれると言った。ああ、でも僕の庭には赤いバラなど一本もない。一人の若者がそう言って嘆いておりました。彼は翌日の舞踏会で恋する娘と一緒に過ごしたかったのです。しかし貧しい彼は一本の赤いバラさえ買うことができません。若者が恋に苦しんでいるのを見た一羽のナイチンゲールは彼の願いを叶えたいと思いました。なぜなら若者の家の庭に住むナイチンゲールもまた若者に恋をしていたからです。ナイチンゲールは赤いバラを求めて若者の庭を飛び回りました。ああ、なぜこの庭には赤いバラがないのかしら。白バラさん、私は赤いバラが欲しいのです。方法はあるけど、それはとても恐ろしいこと。私には教えることなどできはしない。何でもいたします。私のあの人が幸せになれるのなら、私はどこへなりとも向かいましょう。ならばお前の小さな胸を私の茨に突き立てて、お前の心臓の血で私を赤く染め上げなさい。命に代えてでも手に入れることができるかな。恋は命より尊いものよ。まして私の命など。ナイチンゲールは自分の胸に茨の棘を突き立て、恋の歌を高らかに歌いながら死にました。白バラはナイチンゲールの血を吸い上げて美しい死の真紅のバラに変わりました。翌朝、若者は庭で赤いバラを見つけて喜び、娘のところへ行きました。娘は赤いバラをちらりと見ただけでこう言いました。まあ綺麗なバラね。でも今夜の舞踏会でキルドレスには似合わないわ。宝石の方がずっといいわね。若者は娘の言葉を聞いて失望し怒りました。帰り道、若者は手にしていた美しい赤いバラを道端に投げ捨てました。そこへ二馬車が通りかかり、バラを引き潰しました。美しかった赤いバラは見るも無残な姿になりました。愛とはくだらないものだ。若者はそう吐き捨てると家に帰って勉強を始めました。おしまい。補足。1888年に短編集「幸せな王子」の中の一編として出版されました。ナイチンゲールは恋とは命より大切なものと言い、若者は愛とはくだらないものと吐き捨てる言葉の対比が切なさを増しています。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。